はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル畑です。今日はですね、脇腹と内ももを同時に引き締める畑オリジナルエクササイズをご紹介していきたいと思います。このストレッチポールとね、ちょっと使っていくんですけども、脇腹って反対のこの斜めのラインで内ももとつながってます。これ例えば右の脇腹だったらこの恥骨を返して反対の左の内もも、左の脇腹だったらこの斜め恥骨を返して右の内ももとつながっていますので、今日はね、その筋連結、アウターユニット前先へという筋膜ラインを意識した脇腹と内ももを同時に引き締めるエクササイズです。ぜひ、ね、やってみてください。かなり効きます。で、まずはこう寝ます。寝まして、ストレッチポールをスチーフマーズと膝で挟みます。で、結構ですね、膝がここがこう挟めない人が多いので、内ももの筋肉、内もも両方のこの左右の内もも筋肉でしっかり挟むことが大事です。で、膝は軽く曲げた方が、挟みやすい。で、曲げすぎると、ちょっとね、効果が小さくなるので、まあ本当に20度ぐらい、軽く曲げるぐらいです。で、しっかり内ももを絞ります。挟みます。で、この状態で、下の手で軽く踏ん張って OK ですので、上の手で、上のくるぶしをパチ。上の手で上のくるぶしをパッチ。でも、ここは開かない。結構開きやすくなってくるので、開かないように内ももと内ももで挟んだまま、タッチ。タッチ。で、ポイント、意識するポイントは上の脇腹と下の内ももです。下の内もも。これが繋がっていますので、上の脇腹と下側のね、内ももを意識して、くるぶしをタッチ。くるぶしが難しい方は、もう膝でも OK です。膝でも OK。で、できる方は、まあ、手のひらをね、下ではなく上にして、しっかり上体を引き上げます。注意ポイント。骨盤がぐっと後ろになってくると、脇腹じゃなくて、この前の方に腹筋になっちゃいますね。上体起こしに近い動きになりますので、あんまりね、骨盤が後ろに流れすぎないように気をつけると。で、あとは挟む意識は土踏まずで挟んでるんですけど、土踏まずよりは内ももですね。膝の内ももで、このね、内ももで挟む意識を強く。その内ももで強く挟みながら、タッチ。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 これを片側15回。余裕のある方、手のひら上で、目線もね、このくるぶしに向けていくと、この脇腹が強く活動していくのが分かると思います。左右ね、両方比べてみると。で、私の経験上では、右の脇腹の方が縮まりやすい方が多いので、反対のね、左側が難しい方が、左側を上にした方が難しい、あんまり上がれない方が多いです。で、難しい場合は、難しい側をもう1セットプラスしたりとか、まあ10回を15回に返したりとかして、左右差を整えることで、まあ、左右のね、脇腹の筋力差もそうですけども、背骨も整ってきますので、はい。ぜひ、やってみてください。はい。今日は、脇腹、内もも同時に引き締める、アウターユニット前斜系エクササイズ。畑オリジナルです。ぜひ、やってみてください。じゃあ、またお会いしましょう。さようなら。